御所神社は神奈川県足柄下郡湯河原町にある神社。旧社格は豪社。社殿によると、天智天皇の時代に、加賀国から移住した二見加賀の女子芸阜らによって、この地方が開拓された、最の鎮守社として創立されたとされている。1060年、御所神社の加護を受けた新井実のる次は、源義家の欧州政伐に従い先行を挙げたという話が伝わる。 1180年8月における、源の頼朝挙兵にあっては、土井寂平がその配当を奉納したとされており、奉納した博士が現存しており、社宝となっている。1621年、1636年、1661年、及び1740年に再建、修復の記録が残っている。1873年7月には、損者、 1915年11月には、新鮮兵白陵とも新神社に指定された。その後も、改築や拡張を続け、1944年7月22日付で、豪社となった。すぐそばを高架が通る新幹線の工事及び、県道の拡張工事は御所神社に影響を与え、敷地の面積は116坪ほど減少した。1968年に、 神奈川県神社長よりの県兵士参考神社となった。1995年2月14日付で、神奈川県指定有形文化財とされた本殿は、歴史を室町時代後期に遡るもので、三権者流れ作り、河原棒手ついた武器。1930年発行の湘南伊佐都の史跡を訪ねてには、湯河原温泉通に沿って満歩すると、必ずや数百年を経たる。 老中鬱草として追いしげり、新元佐ゆべからざる古社の前を通ると紹介されており、そのうちいくつかの古木は現存している。推定樹齢800年とされる遺鳥は、御所神社の銀南の木として、また楠の木は、御所神社の楠の木として、共に1997年5月1日付で、湯河原町指定の天然記念物に指定された。 こちらのクスノキは1984年における神奈川の名木百選にも選出されており、2007年付の資料によればその樹齢は620年とも、現地の看板によれば850年とも言う。かつて境内が広かった頃には、境内参道であった場所、現在は車道を挟んで分かたれている地点には、明神のクスノキという1 9 7九年四月一日付の、 町指定の史跡もある。推定樹齢は800年以上といい、根回り15.6メートル、樹高17.5メートルで、朽ちた幹を補強するためのコンクリートの中には、地蔵像が内蔵されてたりする。ありがとうございます。